こんにちは。さて、今回は20秒スピランに挑戦するよ。最近ちょっと短いんじゃない？ごめん、ちょっと今かなり忙しくて。コースは全力で挑戦していくよ。意外と簡単。本当なのか？やっぱりまずは死ぬことから。自ら求めてるじゃねえか。ちゃんと最初はスピンをして。ジャンプが高すぎて越えられないと。微妙に高さを抑えないといけないのか。そしてここは？三段ジャンプか。あの狭い隙間を潜るのは結構難しいな。よし、これならいけそう。ちょっと届くみたいか。ここは華麗に対応。からの華麗にマグマダイブ。落ちてくるタオブロックを乗り継ぐのか。からの P ちゃんだな。おっと、2連ちゃんか。扉の先は？冷静に見極めなきゃな。ちょっと最近流行りのタオ投げか。ちょっと詰まっちゃったわね。さあ、どんどん来い。あーっと、この塀を左側抜けちゃったー。いやー、いろんな要素を組み込んだ20秒だね。慣れると結構簡単かな。めっちゃ死にまくってたけどな。初見だからしょうがないって。地味にここは難しそうだけど。ジャンプのタイミングが結構シビアだからね。さあしっかりとパウ投げを。で最後で詰まったー。いいから落ち着いてゴム兵運びをするのよ。ゴム兵運びは高さだけ気をつければノンストップで。でゴールだー。残り1秒か。危なかったな。多少の失敗は許されるみたいね。めっちゃ悔しいけどね。お、一番乗りだ。まあ、タイムはすぐに更新されるだろうけどな。あそこのタオブロックの間隔が狭かった。めっちゃ悔しがってるじゃない。さて、このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。